はいじゃあ、宣誓書の方を読んでみますね、えー。申請者個人である場合は、私団体である場合は、当団体以下と同じは、本申請の内容について他の補助金と重複申請していないことを宣誓します。ということなんで、今回提出したあ案件に対してですね、他とダブってちゃダメですよってことですね。私の場合は持続化給付金。 ののの方もも出ししてままたけども、えー、持続化給金とととはは全く別でででここれは個人の活動になりますす大丈夫ということですね、えー、申請者は新型コロナウイルスう影響が収束し文化芸術活動が再開された後について引き続き活動を継続する意思があることを申請します、えー、もちろん私はまあ生涯できる限りやっていこうと思いますねで申請者はフリーランスう雇用されていないかつプロのお実演家もしくは技術スタッフ等であることまたプロの文化芸術団体であること 先生します要すす要るに誰でででもってことですよねで私フリーランスなんですよ。雇用されてないですし、これが、ああ、主たる事業では、今のところないんですけどもね。ただ、所得も得てますんで、まあ、3番に該当するかなと思います。で、4番、申請者は補助金で、取得したものを指摘、目的、 以外利用しないことを宣誓しますはい、社民線民用関連のものしか使えないですねまあ、20万くらいですからねはい、えー。申請者は本補助金の申請にあたり入力する事項に虚偽はないことを宣誓しますはい、えー。分かる限り正確に書きました6番目応募案内に記載されている申請にあたっての留意事項を確認し記載内容について遵守することを制約します当然ですねで、申請者は下記1及び2のいずれにも該当しませんということなんですけどもどうでしょうか えー、あれですかね。うん。補助金相手と不適当なもの。まあ、今回、えー、法人等は不適当ということですね。うん、まあ、私は法人等、え不適当なもの。法人等、個人、法人または団体を言う。これちょっと難しいですね。の役員等である場合は、役員またはもしくは業所の えー、で暴力団員によるなんとかかとかって書いてますね、うん、役員が事故、うんまあ、完全フリーランスなんでここは当たらないですねで補助金の相手として不適当な行為をするもの、うん、こういうのもないですね、えー、と申請者は本補助金の申請及び実績報告等に要した関連書類について事、えー、業終了の次年度から5年間保存するとあ領収書など保存してくださいってことですね、うん ではこういうことでやっていこうかと思います。